皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き。実はですね、PB スイスツールってですね、スイスを代表するドライバーメーカーの方がこの間来日されまして、ファクトリーギア TV 工具好きすごいですねと言われまして、何かなと思ったら、どうも私のですね、この間PB のドライバーについて話をした回が、PB のスイスの本体のホームページでアップされてるという事実が分かりまして、いやびっくりです。もう世界に羽ばたくファクトリーギア TV いいんでしょうか。英語じゃなくてドイツ語にね訳されてですね、ちゃんとタタタタタ君と私の番組が PB の本体のウェブサイトにあるということで、こちらです。ここですね、ここから入れるということで、まあお時間ある方見ていただければと思います。まあ前置きはともかくですね、まあ人気のファクトリーギア TV、 今回はですね、DIY ショーですね、有名なここにいっぱいチラシありますけれども、まあ、DIY ショー行ってきました。8月の27日から8月の29日の3日間ですね、幕張メッセで、ここで開催されました、DIY ショーに行ってきましたんで、その時に見たものとかを今回ですね、まあ、2回にわたってご紹介させていただきたいと思います。で、 DIY ショーって何かっていうと、実は僕ファクトリーギア始める前からですね、よくこのショーには行ってまして、まあ、昔は本当に大きなショーで、実は最終日になると結構もうね20年くらい前ですね、出展者がですね、持ってった展示商品をですね、もうただ同然でもう売っちゃうとっていうので、今考えるともう本当にいいのかというぐらいの感じだったんですけど、その当時はですね、本当にこういろんなものがもうサンプリングのようにですね配られたり、本当にもう安く処分したり、特に海外なんかのメーカーはですね、持って帰るの大変なんで、もう格安でですね何でも買えたということで、結構大きな車に乗って行ってましたね。でも最近はですね結構ちゃんとしまして、まあ本当にそんなこう最終日でもこうバーンって売ってるところは多分ないと思うんですけど、まあ僕らはどうしても初日に行くので最終日の様子は分かりませんけれども、まあそんなこうぐちゃぐちゃな感じじゃなくて、結構お上品な感じに、なっている、DIY ショーです。で、年々ですね、ちょっと実は10月にツールジャパンっていうショーがありまして、ここがですね、まあ、ガーデンとかいろんなものと一緒にすんごい盛大なショーになってって、どうもそっちの方に DIY ショーの出展者もですね力を入れつつあって、まあこの8月の DIY ショーは少し規模が縮小気味じゃないかというふうに言われてるんですけれども、実際に足を運んでみますとですね、かなり面白いものがあるんですね。なんでまあ今日はちょっとね、いくつか紹介していきたいと思います。で、まず最初ですね、幕張メッセです。幕張メッセ、皆さんですね、幕張メッセっていうとですね、まあ、マリンズの本拠地ということで、幕張メッセの駅に降りますとですね、マリンズのこうボールがあったりしましてですね、で入り口になりますと、ジャパン DIY ショー、今回8月27日から29日までという3日間の開催で、来場者12万人ということで言われてますけども、実際、まあかなりの土日はね、人で賑わったということでございます。で、まずね、会場入りまして、いきなり見たのがちょっと僕びっくりしたんですけど、高圧洗浄機ですね。高圧洗浄機、これアイリス大山さんのブースだったんですけど、最近はですね、これホースなしでコードレス、どこでも洗浄ということで、こうなんかバケツみたいなところに水入れてそのまま使える高圧洗浄機、タンク式のがあるぞって言って、うわーすごいの見つけたって喜んでたら、結構もうすでにホームセンターにあるということなんですけれども、まあ僕は驚きました。そして次がですね、もうこれはもうびっくりですね、ガレージとか作ってらっしゃる、使ってるところとか、あと結構もう皆さん職場なんかでも、コンクリートの地面の上にこうフロアにこう塗料を塗るっていうのが結構あると思うんですけれども、まあそれがですね、油まみれのコンクリートに、塗装ができちゃうと。床ですよ、油まみれとか、メーカーさんが言うにはですね、アスファルトの上でも塗装ができるというのがありまして、その実演やってました。ちょっとびっくりです、びっくりしちゃいまして、でこれはすごいなと思って、すぐ担当者の人にこれ本当なんですかということで話聞きまして、で僕ちょっとぜひちょっと試してみたいって言って話をしましたらですね、実はガレージライフさんが今度、これに興味持ってらっしゃるということで、いや私ガレージライフにもう10年ぐらいちょっとコーナーやってますんで、ぜひ記事にさせてくださいということで、今度ですね
ファクトリーギア BSB ですね、あのガレージの方で外側と内側両方にですねこの塗装をしてみて、それがどのぐらい持つのか、どのぐらい簡単にできるのかということで、なんていうか やらせていただくということで話まとまりましたので、ちょっと皆さんに次回、まあ、今年の暮れぐらいまでにレポート、11月ぐらいかな、レポートさせていただきたいと思います。これは楽しみですね、どんなフロアになるのかというのですね、そういうのがありました。で次行きましたらですね、なんとハンマーなのに侍ハンマーって言って何かなと思ったらですね、グリップのところがこれ見てください、ほらほら、あの刀の、 あのグリップみたいなんですね、刀のグリップっていうの分かんないけどすごいですねということで、まあ、今あのファクトリーギアもタイとか台湾とかのお店があるんで、これは海外で受けるなと思って、もう完全に海外狙いだろうと思って、これまあ OH ハンマーって日本のハンマーで有名なメーカーのものなんですけど、いやそうじゃありません、まあ、もう日本の市場に向けて、まあ、これはですね、まあ、ゴムの絵なんですけれども、より強力なですね、強度のあるグリップを作ろうということになりまして、まあ、あの侍の、ね、刀に、形状をですね、このハンマーに生かしましたと、デザインだけかなと思ったらですね、なんと強度は 1.5 倍ということで、ちょっと面白いかなと思いました、まあ、日本で販売するかどうか分かりませんけれども、まあ、こういうものありましたよ。そして KTC ですね、KTC、京都機械工具、いい工具があるんだろうなと思ったら、可愛いお姉さんがですねグッズをあの販売してました、ね、これちょっとね見てください、なんかもう完全に工具売ること諦めてましたね KTC 工具会ですねいいんでしょうか、グッズ、まあ、でもなかなかこんなグッズいっぱい見れませんので、こんないいのかなと思ったら、一応まあネプロスもちょっとだけ置いてましたけど、ケティシーさん、DIY ショーでももうちょっと効果があった方がいいんじゃないかと思うんですけどね、もう個人的には。まあでもグッズも見る機会ないのでいいんですけど、工具も次回はお願いしますと、いうわけでございます。そしてですね、あ、デジタウルス、これがですね、新製品が出るぞということで、どんなものかなと思ったらこれです。これまあ、ちょっと見づらいですね、まあ、現場で撮ってきたんで。まあ、T 型のハンドルで差し替え式になっていて、今までのネジザウルスっていうのはネジを外側から加えて回すってものだったんですけど、今回はプラスネジマイナスネジ用にこうシャンクを差し替えてできる、要は内側から潰れたネジ回すぞというやつで、まあ、こうやってですね、まあ、ファーストビット、これがまあプラス用ですね、プラスネジの、2番用とで、これはまあ1番2個あるのはまあちょっと、まあポンと叩いてできるやつと、思いっきり潰れちゃったやつをこう回せるような、これ日本セットのやつなんですけど、さらにですね今回目玉となっているのはこれ六角ですね、ヘックスをですね回すぞというもので、その3本のビットが入ったセットっていうのがこれ発売されると。で実はこれホームセンター用にはこの六角ビットがセットされたものというのは売らずに、やっぱこれプロショップ向けにちょっとホームセンターと区分けしてエンジニアさんの方で発売するということで、ですね。でね、形状が、まあ、プラスの方はね結構まあまあ、まあこんな感じかなっていうのはイメージができたんですけど、 X はですねなんとこれです、ドン、三角、六角を三角で回すっていう特別な形状です。これほんと試してみたいんですけど、まだサンプルも渡せないということで試せてません。ただ、相当な自信で、この人がこれ社長ですね、これエンジニアの所長さんがこれはすごいですよとね、この方も最近テレビとかいっぱい出てもうほぼタレント状態ですけども、かなりいけるぞということで言っていただきましたので期待したいと思いますと、いうわけでございまして、今回はまあちょっと時間の都合上このぐらいでご紹介を、まあ、終わりということでエンジニアの社長で終わってしまいましたまた次回、この続きはお送りしたい、お届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。それではまた、さようなら。